川津さんがモトクロスに興味ないかと、はい、ということで乗ってるんですよ、はい、モトクロスとは何ですか。これさ、トゥンガーって呼ばれるバイクなんですけど、これに乗ってこう砂利道を走ったりとか飛んだりとかね。でカメラマンもサボさんですね、はい、よろしくでも練習しよう、まずは一回練習して、これ我々も出るんですよ。 もちろん出るから練習してレースに挑もう。あ、そうですね、ちょっとぜひプロです、プロみたいな。沖縄一人で沖縄の人間と思うんですよ。沖縄の人間と思うんですよ。師匠でも、じゃあ今回は呼んでくれ師匠、はい、元プロプロ師匠ですね。はい、じゃあお願いします。怪我の前にやる。さあ、助走をつけて登れるか。登ったここはもう敷地内なんで、もう免許とかも関係ないんですよね、ここは敷地内。ジレンと一緒ね、自動車加工と一緒。これ、タバスさんは乗ったことあるんですか。一回ある。あ、一回あります。どうなした。熱中症で倒れた。熱中症熱中症、倒れて骨折とかじゃなくて、熱中症で倒れたってことですね。もう確かに、年中復旧で以上できるんで、で、2ヶ月に1回やってるらしいんで、これ。あ、そうなんだ、はい、今日が開幕戦。あ、開幕戦、おお。開幕戦で俺たちが出てもいいのかなっていう。大丈夫なんですかね、うん、これ最初多分これ一周する頃に5回ぐらい転げますよ、うん、5回ぐらいスタッフが集まることになるこのイベント全然前に進まんけど大丈夫かじゃ早速実際に乗ってみますか。じゃあそうですね、はい、早速ね、たけしヘルメットつけてますね。もうこちらです、我々が乗るの。これ怖すぎるだろ。タイヤが2個しかないんですよ皆さん超不安定だぜ。これマニュアルですか。マニュアルです。ちょっと説明してもらっていいですか。まず前タイヤブレーキで、こっちがクラッチですね。クラッチ。ここでも半クラ使うんですか。半クラ使います。あ、半クラ使わないとギア、うわ、むずで、ギアはどこですか。左足ギアです。左足がギア、はい。後ろブレーキです。後ろブレーキはこっちですね。あ、はい。いっぱい操作あるんだけど厳しいな右も左も右足も左足も、うん、全部使わんといけないしかもこれギア1ってどこに数字書いてあるの。数字とかないんだけど。ギア1、一番下が1です。一番下が1、もう下がらなくなるところまでが1。あ、じゃあギア3の時ってギア3って知ってます。知らないです。もう大体考えもう大体だもう慣れないといけないってことは。あ、なるほどねすごいな大丈夫かな。大丈夫と思う。あ、大丈夫って。セル。あ、着いた着いた着か。大丈夫か。あ、判定下がってますね。行ってらっしゃい。危ない危ないぞ。大丈夫か。大丈夫なのかい。なんか逃走犯に見える。逃走犯に。逃走犯。行けば。危ない危ない。危ない。おー、かわしてた。おー、いけますわ。いける。ギア車は初挑戦ですか。初挑戦。初挑戦。あ、くるくる。あ、したした。あ、したした。オーバー4番に紹介いたします。レッキン3番、阿部川栄作さん。手上げてよ、手上げてね。さあ、帰ってきました。どうですか。慣れる。いけた、いけた。いけそうな感じしますね。演出してないし。うるうるうる。いやー、これ乗りたいな。うん、砂利道怖い。あれ砂利道ちょっと滑れますね、なんかね。ガタ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 言いますからね、これ。ちなみに何 CC 乗ってるんですか。なるほどね。腕次第で。うん、なるほど。パワーありそうだもん。うん、こんだけの筋肉ないと多分400は抑えきれないと思う。あ、なるほどね。ジャジャーマンですからね。なるほど。今になってよかったわ。安定性があるよ、やっぱね。安定性が。見て、低いとこでも飛んでる。やっぱりカーブはどれだけスピード落として曲がれるかっていうのが重要っぽいですね。そうですね、ちょっと滑らず、スリップしないように。うわー、飛ぶね。めちゃくちゃ飛ぶね。転倒のないよう。いやー、気合いでくださいね。はい、見てください仲間たち、俺たちの弟子ですね。たけしはやっぱたけしらしさを出すためにこちら、このまま、うん、あれのままですよ。あれのままですね。さあ、スタート。早いね。誰だ。
ほぼ最下位から1位に追い上げは追い上げてくれそうですね。すごいですね、白熱しましたね。ちょっとあんな飛ぶんすね、社会系みたい。空飛んでましたからね。走ってるよりも浮いてる方が長かったと思う、滞空時間の方が。モンスターバイク20。こんにちは。こんにちは。元気いっぱいですね。いやちょっと見た感じね、はい、家でやってるマリオカートとは違うなと思って。全然違います。ゾッとしてますね。はい、ギアの方初めてなんですけど、はい、教えてもらいつつやっていきたいと思います。自信の方はいかがでしょうか。全くないですよこれ。あのウィーリー危険ですよ。ウィーリーはあれです、はい、やってた。はい、ハイセイタンドゥーナの竹内です。バイクはですね、昔ね、あの東京とかよく行ってたんで慣れてるんで。慣れてるね。あ、とりあえず今日俺の走るっていうのをみんなに見てほしいですね。見せてやる、はい。大丈夫か。後ろ来るよ。オッケー、気をつけて。もう心折れてますよ、完全に。なんか後ろ滑った心折れてますけど大丈夫ですかね、たけしさん。レースに出ない可能性ありきり。あ、転んだ。俺の走りを見ておけって言ってましたけども。あ、転んだの。転んだ。けどよかったな、怪我なくて。お前折れてるの。はい、ドローンも走りますので。段差高すぎてたの。高いよな。俺も金玉痛かったんですよ、めっちゃ。危ない、その反動で。あれ危ない。
めっちゃ体力使う。体力使うんですよ、これ精神的に辛かったですよ。序盤で転んでからそれから徐行するっていう。転んだことある。でも1位だったんですね。まあなんとか1位。おお、すごいな。奇跡の1位。俺一番ビリだった俺。ちょっと自信ついたからジャンプに挑戦しようかなっていう。やりましょう。この流れで。さあ1位になることできるんでしょうか。これ一周したスタートですね。危ねえ。さあ転ばないように安全運転でやってほしいです。さあ発進。さあここからが勝負です。一周回る感じ。さあ周回差をつければあのチャンピオンチーム。やばい、危ない、刺激されすぎ。あっちね、前輪から落ちちゃいましたね、ちょっと怖いな、やっぱり怖いですね。さっきも練習やってたよ、危なかったわけよ。あっち結構盛り上がってるんですよね、一番ね。俺が転んだ時、これヤンキーが頭に原付で突っ込んじゃん、で、痛くないふりして、そのままサッて去るでしょ、それをやった。立ち上がる瞬間、早いですからね、ちょうど、ね、転んだ後で。ちょっと、立ち上がり早かった。あれ、本当に痛かったから。こんな雨の日でもやるんですか。全然今日でも休みなのに。相当怖いですね。まあ、ということでね、今回はモトクロスでした。興味ある方はね、何で検索したんですか。沖縄チビモトで検索してください。沖縄チビモト、チビモト選手権。はい、ネットで調べて概要欄で貼っておきます、はい、あとね、今日借りたバイクなんですけど、ちょっと転んじゃったんですよ。で、その持ち主は全然ね、大丈夫だよって、怪我なければ大丈夫って言ってて、あちらのバイク買取センターを軽く宣伝するんだったら許すよって言ってました。はい、じゃあ今日はありがとうございました。また転倒していきます。はい、ということで本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。Let's go.